最近カナダ政府がカナダに駐在する中国共産党外交官の張議氏を国外追放した件について中共のの外交機関の運用が世界的な注目を集めています。ある情報筋によれば中共はカナダに177人もの外交官を派遣しているといわれています元中共外交官の陳陽林氏が「エポック・タイムズ」の取材に応じ 中共の海外の大使館や領事館における部署や人員配置を明らかにしました。陳氏によると、中国領事館には通常、総領事のほかに2人の副総領事がおり、1人は政治などの分野や事務を担当し、もう1人は国家安全部の所属だと言います。彼らは領事館職員を監視し、さらに国家安全部システムの業務についても協力して行わなければならないのです。 一部のの特定の人物について監視するる必要があるのです。陳氏はさらに中国領事館の政務室が海外でのファールンゴン学習者や民主派ウイグル族チベット族などいわゆる6つの反体制派を根絶または完全にコントロールしようとしていることを明らかにしました陳氏は2007年の時点で中国領事館が反ファールンゴンを優先課題としていたことを明かしました。 夫のところに公安から電話がかかってきて面会を求めてきました公安は夫に対して娘に中国に帰国して彼らに協力するよう伝えてほしいと要求しましたこれが嫌がらせではないとしても私たちへの警告であることに変わりはありません彼らは今あなたの連絡先を持っていて家族を人質に取っているのだと言っているようなものです 私たち家族への脅威です私が暗黒解放中国底なしの闇を描いていた時に中共から集中的な攻撃や脅迫を受け本を出版した後はカナダ作家協会の活動に参加することを許されなくなりましたこれは領事館の意向あるいは圧力によるものだったに違いありませんこのように私の家族への嫌がらせや脅迫 影響は止むことがありません元在カナダ中国領事館の外交官張義氏はカナダの国会議員とその家族を脅したとして告発され5月に国外追放されました張義氏はファールンゴン学習者などの反中共派の追跡を主に担当していましたつまり彼は政務の分野を担当していたということです反体制派の写真を撮ったり身元が監視記録され その情報は中国の秘密警察に送られました。国務院教務弁公室統一宣伝部と協力し、政治宣伝と共産主義スパイの育成を行っており、この部門で働くすべての外交官は追放されるべきだと考えます。NTD ジャパンがお伝えしました。